ぼーっとするのは脳に良い悪い？ポケモンさん64歳女性、脳を休める良い方法を教えてください。ぼーっとしてるのは良くないと脳外科の先生に言われました。このぼーっとするというのが脳に良いのか悪いのかということなんですけど、結構これ非常に難しくデリケートな問題なので、今回詳しくねお伝えしようと思います。多くの人はですね、例えば今みたくずっとぼーっとして過ごすと良くありませんよっていう風に脳外科の先生や精神科の先生に言われることがあるかもしれません。一方で皆様方、例えば1日ぼーっとして過ごしてしまったなんて、後悔した、なんてせっかくの日曜日なのに一日中ぼーっとして過ごしてしまったんだみたいな、ぼーっとすることっていうのは大体基本的に悪いことというふうに捉えている人が多いようですね。ぼーっとして一日を過ごしてしまうと後悔するわけですから、なので一日動き回ったりですね、あまりぼーっとしないで過ごすのが実はいいんじゃないかとか、皆さんも休み時間になるとすぐスマホを出してですね、スマホを見たりすると思うんですけども、休み時間ぼーっとするよりもスマホとかを見て情報収集をして時間を有効に使う、最近で言うとタイムパフォーマンス、タイパを高めるということも言われますけども、そういう時間の使い方がいいんじゃないかということで、ぼーっとするのは悪いことであるというふうに考えている人も多いと思います。さて、じゃあぼーっとするのは良いことなのでしょうか、悪いことなのでしょうかってことを今日話していきますけども、結論から言うと、ものすごく忙しい人にとってはぼーっとする時間っていうのを絶対作らないといけない。逆に言うと、普段からずっと一日中のんびりしているような生活というものは非常に脳に悪いと両方が言えますね。全てそうなんだけど、0か100かではなく、やりすぎれば悪いし、何もしなければまた悪いということなんですね。ヤーキース・ドットソンの法則というのがありまして、適度な緊張の時に人間の脳は最もパフォーマンスを発揮するというのがヤーキース・ドットソンの法則です。だから脳が過剰に緊張すると脳がフリーズしてしまいます。かといってじゃあぼーっとしてると脳のパフォーマンスは上がらない。適度な緊張状態で、よく野球選手とかが今日はいい緊張で最後まで投げられましたっていうようなことをインタビューで言うように、適度に緊張してる方がパフォーマンスが上がるんですね。ということを考えると、ものすごく忙しくぼーっとする暇もないように忙しいというのは健康に悪いし、一日中ぼーっとしてるのも健康に悪いと。いつも私が言っているように、バリバリ働いてのんびりする、仕事バリバリ 1,2 時間やったら休憩を入れてのんびりする、リラックスする、そしてまたバリバリやる、日中はバリバリ働くけども夕方家に帰ってからはのんびりする、アフターファイブはリラックスして過ごすっていうのが非常に健康的な生き方なわけですよ。だから例えばメンタルの患者さんで仕事を休んでる人っていうのは1日中のんびりしてるわけですけど、1日中のんびりしてると今度脳に刺激がいかないわけですから、マイナスのこととかネガティブのことばっかり考えてしまうってことにもなるので、1日中ぼーっとするっていうのはよろしくない。一方でどっちかというと忙しく働いてる人の場合は、休み時間とかにスマホを出してすぐ見るんですけども、人間の脳っていうのは何もしない時間がないと情報を整理することができないんですね。デフォルトモードネットワークってことも言われますけども、何もしない時に実は人間は脳を整理したりですね、考えをまとめていたりですね、脳のアイドリング状態の時に実は脳を整理してるわけです。皆様がこういうふうに情報を耳からわーっと入れてる最中に脳の中を整理するってことはできないんですね。わかりやすく言うと、図書館で日中の本の貸し出しが忙しい中で本の整理をするのができないですよね。だから人がいないような時に本の整理をすると、皆さんが帰ってから本の整理をするってことをしてるのと同じように、人間の脳におきましてもですね、ぼーっとしてるとき、何もしてないときに実は脳の整理をしてるわけです。ずっといつもいつもですね、休み時間休む暇もなくですね、情報を入れてるとどうなるかっていうと、認知症のような状態になりますね。最近ではスマホ認知症という言葉が言われていますけど、ずっといつもスマホ、休み時間もスマホ、家帰ってからもスマホ、電車に乗ってるときもスマホ、歩いてるときもスマホっていう風にして、普通だと今までスマホが出現する前の時代においては電車の中とかでぼーっとする時間がだと思うんですけども、昨今においては大体みんな電車に乗ってるときも歩いてるときもスマホをね見てする。そうすると脳が休まる暇がないわけですね。そうすると脳の情報が整理されない、つまりせっかくインプットをしてもちっとも脳に定着しない、記憶に残らない。わかりやすく言うと、人から言われたことも聞き逃してしまう、仕事の指示なんかもぼーっとして聞き逃してしまう、認知症な状態、ミスが増えてくる、集中力の障害が起こってくるってことになると、仕事のパフォーマンスにも大きく悪影響を及ぼしてくるということが言えますよね。ということで、脳は休めるってことが必要だし、何もしなくてぼーっとする時間というのが必要であるということをぜひ覚えていてほしいなと。つまり仕事の休み時間とかはスマホをやるよりもぼーっとしたり、私がよく言うのは目をつぶってうつ伏せになったりですね、ほんと5分でも10分でもいいので仮眠を取ったりすることが脳を休めることでですね、スマホを出してそれを見る、視覚情報の処理に人間の脳は 8,9 割のスペックを使っているという話もあるくらいです。なので視覚情報を入れ続けると脳は疲れるんです。なのでせめて休み時間とか休憩時間、リラックスする時間は情報を遮断するということも重要ですね。ぼーっとするということ、つまり情報を遮断
断してぼーっとするということもとても大切なんじゃないかなというふうに思いますね。ということでぼーっとするのは脳に良いのか悪いのか、一日中ぼーっとしてる人っていうのもこれまた良くなくてですね、脳が退化してきますよね。人間の脳っていうのは筋肉と同じで、適度な刺激というのかな、筋トレする時って結構いや重たいもうこれ無理っていうぐらいのきつい負荷をかける時に初めて筋肉っていうのができるのと同じように、人間の脳を成長させたければやっぱりある程度のハードワークであったり、いわゆるちょいむずと言われるような、ちょっと自分にはこれ難しいんじゃないのって言われるようなことをやって、それを乗り越えて初めて脳って成長するわけですね。だから一日中ぼーっとしてると脳は成長しないで、どんどん退化していきますし、老化がどんどん進んでいきますし、睡眠をきちんと取ったり運動をきちんとしないと人間の脳はどんどん老化していきますので、物忘れがひどくなってきたり、あるいは認知症に向かって一直線に進んでしまう。一日中何もしないでぼーっとしてると脳の老化が進んでしまうということは間違いないと思います。ということで一日中ぼーっとしてるというのもよろしくないということが言えますね。ということでたまにぼーっとするのは良い、忙しい人にはぼーっとするのが必要、ただし一日中ぼーっとしてる人は脳がどんどん退化していくので、適度に脳に刺激を与えたり、脳に刺激を与えるというのは何かを勉強したりするとか、あと外出したり人と会うというのも非常に脳の刺激になりますよね。そういった活動を一日の中でやっぱある程度入れていかないと脳が刺激されないですね。メンタル疾患の患者さんも何もしないでずっと何ヶ月も半年も1年も家にいてもですね、そこから治っていくというのは難しいので、できる範囲で少しずつ人と会ったりですね、何かを読んだりとかですね、外出したりとかですね、ぼーっとしてる状態から少しやや情報がインプットされるような情報であったり、コミュニケーションを取るような状態に持っていくってことが病気を治していくためには必要かと思います。ということでぼーっとする時間がない人はぼーっとする時間を作りましょう。ぼーっとする時間が多すぎる人はそれを減らしてですね、知的活動やコミュニケーションの活動に当ててほしいなと思います。